なたにお願いがあるの。ランちゃんですか。お願いとは一体。私ね、全国の美女たちを集めて戦国一の魔性の女決定戦を開こうと思ってるの。開催資金はあるのよ。貢いでくれた人からいっぱい。でも大会を仕切ってくれる人がいなくて困ってるの。まさかランにその役目を。失礼します。そう、残念。仕切ってくれたらランちゃんは免除してあげたのにな。大会参加を。やります。取り仕切ります。今すぐ美女集めます。今までどれだけひどい目に遭ってきたのよ。まあいいわ、これ大会の台本だからよろしく。はい、早速大会の準備を始めますので後ほど。かわいい子。立花の戦に負けはない。あんまり行きましょう。Thank you.
見ているわね。戦国一の妖怪の座でも狙ってるのかしら。戦国一の妖怪の座なんて私には無理だ。Oh, no.
さえ男を誘い込んじゃって。だそうです。惑わそうなど超違う女どもに服を据えてやるわ。いい柄目になりそうね。あの手の単純な時に転がすのも簡単。いつも通り実力行使でいっちゃっていいっすか。酒を
これで終わりと思ったら大間違い。魔性に張り合う唯一の敵、それは美少年。この乱様に勝ってこそ戦国一の魔性。私も戦わなくてはならないのですね。氷条件変更。あれは勝者への賞品のようですね。もう終わりじゃダメなんでしょうか。上昇ゆえに立花である。立花の敵ではなかった。参りました。戦国一の魔性の美女はあなたに決定です。実にくだらぬ戦いだった。勝ったところで嬉しくもない。お祝いに帰らしランマル様をおもろていにましょう。結局私はあんな恥ずかしめを。免除だってあれほどおっしゃっていたのに。泣かないで、あなた素敵だったわよ。おかげで大会は大盛り上がり。魔性を競う美女たちの前に最後に現れたのは司会進行役の美少年ランちゃん。私にしかできない最高の演出だったわね。私とランちゃんって相性バッチリじゃない。しかもいつもより恥ずかしい思いを。ねえランちゃん、次はこんな大会を考えてるの。ドッキ女だらけの戦国温泉大会。司会進行はもちろん。やらないわよ。もとい、やりま